こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。さあついに来たわね。2024年の天皇賞秋の予想動画。やっていくわよ。おお。ついに秋小葉三冠の初戦が始まるわね。にっこり。最近は天皇賞秋、ジャパンカップ、有馬記念と参戦使う馬はめっきり減ったけど、今年は引退を表明したドウデュースが参戦使うって言ってるし、最後の一花咲かせられるかも注目ね。武豊人気もあってドウデュース人気はすごいからね。正直、競馬ゆっくりは雨が降らない限り、ドウデュースはここではいらないと思っているけどね。はあ、荒れちゃう武豊界隈はすぐ反応するんだからな。でも、ドウデュースは宝塚記念や三重優勝、凱旋門賞は馬場が合わない。雨が降って馬場が重かったから惨敗したっていう一般論だけど、競馬ゆっくりはそう思わないの？にっこり。そう思わないわね。はあ、どういうことなの？天皇賞秋の予想の前に競馬ゆっくりでは競馬の週末の予想やレース解雇、たまに真面目な競馬動画を出すチャンネルです。ぜひチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をしないと新しい動画がおすすめに乗りにくくなるのでぜひお願いします。G1 が続々に行われる10月から年末にかけては予想動画をレース当日朝に上げる可能性もあり、通称予想テロと呼ばれる所要もあるため、競馬ゆっくりの動画を見逃したくない人はベルマーク通知の設定もお忘れなく。おお。当日朝にレース予想動画は結構見逃されるからね。ってことで、天皇賞秋の予想だけど、東京競馬場の馬場次第ってところは正直あるわね。週末は雨が期待されたけど、土日は降らない予報ね。両馬場でほぼ開催ってことでいいわね。で、東京競馬場は開催4週目。ちょうど今年最後の開催の折り返し地点。京都は A コースのままだが、府中は今週から B コース代わり。基本的に G1 レースは内外の状態に極力差のない平等な馬場を目指して行われるから。そう考えるとこのコース代わりは体勢に影響なしってことね。個人的には開幕週から結構打ち伸びだったし、B コース代わり直後はうちが若干有利な気がするわね。おお、東京競馬場の2000メートルコースは昔から枠の有利不利が多く、何度も回収はされて目白マックイーン膠着事件などの事故のようなものは起こらなくはなったけど、それでもまだまだ有利不利があるコース、1コーナー奥のポケットからスタートし、2コーナーを回るが、スタートから2コーナーの距離はわずか130メートル程度しかない。これじゃあ、ほぼ先行争いできないわね。コックスプレートが行われるムーニーバレー競馬場よりスタートから2コーナーまではこっちの方が過酷だわね。で、初っ端からほぼ枠で2コーナーの通過順が決まってしまい、有利不利を受けやすいコース。外枠はいるだけで不利だし、特に先行馬はよほど急がないとポジションが取れない。逆に行かなくていい馬。末足自慢の馬は割り切って追走のために後ろ下げればいいし、外の先行馬は行くしかないからペースが上がる可能性が高い。もしかしたら2コーナーでポジション取れなかった先行馬が向こう上面で進出する場合も考えられる。で、外枠の7枠に行くしかないシルトホルンとなんと大外枠にレイベンスティールが来てしまった。これは致命的ね。しかもも枠にはあわよくば逃げたい先行の鳳凰ビスケッツがいるし、ルメールが無駄には競り合わないと思うけど、2コーナー通過までにポジション取れなかったら勝つために早仕掛けか、向こう上面でポジション取りに行くかくらいしか考えられない。でも、そうしても、よほど運が良くないとそれは博打騎乗じゃないの？一応レイベンスティールは貯めて新馬戦で上がり 33.2 秒とソウルオリエンス以上の末足の破壊力はありそうだけど、これはスローペース時、流れたペースでは先行したエプソムカップの上がり 33.7 秒前後だろう。そうなると、レイベンスティールに大外枠はかなり厳しい。ベラジオオペラやソウルオリエンス、ジャスティンパレス、ドウデュースと末足比べするなら勝ち目もあるだろうが、相手が自分より2キロ金量優遇のある牝馬で上がりが新馬戦のドスローのペースだとしても 31.4 秒の破壊力を持つリバティアイランドとやったらほぼ勝てない。おお。
リバティアイランドはマイペースで行けばマイルの桜花賞の上がり 32.9 秒レベルの足は距離が持ちさえすれば容易に出してくる。レイベンスティールが勝つのであれば前に行くしかない。そうなると先行争いしたスタートから2コーナーまでも早いし、向こう上面のポジション争いもおそらく早くなる。まあ、ルメールが出していかずにペースが緩んだところで進出してプラマイゼロにするって騎乗も考えられるが、ここでこのコースの高低差を見てみたい。スタートから100メートルは平坦だけど、そこから2コーナー全体、向こう上面までの残り1300メートル程度、約600メートル程度は下り坂なんだけど、そこから少し上り坂があるのよね。つまり向こう上面の直線は高低差で見ると2つのフェーズに分かれていて、前半の2コーナー直結の下り坂が続く約300メートル区間と、50メートル程度の急坂を登った後の約200メートルの3コーナーまでの下り坂ね。これを見ると、この急坂を自動減速装置として使うのならばスタートから2コーナーで加速しないといけないし、結局外回るし、スタートから先行争いをせずに向こう上面からポジション上げる戦法だと現実的に200メートルしか直線がないからポジション取れずに3コーナー、4コーナーを外回る結果になる。3コーナーの半ばまで下り坂は続くけど、そこから4コーナーから直線入って残り400メートルまでは緩やかな上り坂。そこから100メートル程度の急坂で残り300メートルは平坦の直線。これ、レイベンスティール。ほぼ積んでるじゃない？そうなのよ。だから間違いなくレイベンスティールは人気を吸うだし、さすがにルメール料理長もこの枠を何ともできずに終了っていうのがこの天皇賞ね。自信満々だけど大丈夫なの？さすがに絶対ないよ。レイベンスティールはね、事前の前頭評価の動画ではリバティアイランドを危険視したけど、それは母が早熟だったからっていう根拠で持久力、距離が長いんじゃないかっていう問題からだった。川田優雅も後ろから行くって機種じゃないし、前にできるだけ行こうとするだろうからガス欠するなって思ってたんだけど、ババもスピードの出やすい両ババだし、7枠引いたことでやる競馬は決まってしまった。ってことはまさかの、前頭評価の動画のチャブ台返しになるけど危惧した情報が全てクリアされてしまった。本命はリバティアイランドに打ちたいわね。これは裏切りですよ。もう、どうしようもない。前も速くなるだろうし、持続力で早めのペースで後ろに足を使わせる戦法が勝つために必要なレイベンスティールがこの戦法を取れない。そうなると前をある程度放置してもリバティアイランドは楽々末足で挽回可能。もうどうしようもないわよ。おお、で、予想の軸としてはレイベンスティールを出しに使うけど、この馬よりも溜めた時の末足の性能が高くて、大外枠から持久力勝負した時も勝てる末足を持っている。もしくは持久力を持っている馬を選びたい。そういう意味では横山和夫の判断にもよるが、バチコリハマればリバティ狩りもアルベラジオオペラを対抗に据えたい。この馬は器用な馬で何でもできる。大阪杯を見るとレイベンスティールには劣るが僅差で持久力勝負もできるだろうし、ある程度末足を生かす戦法でもダービーで上がり 33.0 秒を出している。スローなのが気がかりだが、おお。そして今回は B コース代わりの1枠1番。何もしなくても馬群には包まれるが最短距離の位置を手に入れられる。持久力勝負で早めに出るのもよし、溜めてダービーのように上がり勝負するのもよし、横山和夫が乗るなら上がりにかけてほしいけど、条件的にはベラジオオペラがリバティ狩りの可能性のある唯一の可能性。今回はダブル軸で考えたい。おお、タンアナはどうなの？2022年の天皇賞秋で上がり 32.8 秒という上がりで3着だったダノンベルーガね。この馬も勝つには色々前に行ったり、小細工を試みていて勝ちから遠ざかっているけど、今回は6枠のでこのコースなら、リバティアイランドと同じく溜めての直線勝負にかけるだろう。切れ勝負でリバティ狩りできる可能性あるのはこの馬しかいない。モレイラではなく天ノリのクリスチャンデムーロだけど、天ノリだし、腹くくった乗り方をしてくれそう。モレイラはなんとか小細工しようとしていたが、今回はそれができる枠じゃない。
そういう意味で好勝負できる枠に入ったとも言えるわね。おお、もう一頭のターン穴評価はソウルオリエンス。できれば雨が降った方が良かったけど、こればかりはしょうがない。横山武史も陣営もこの馬にとっていい競馬は武史のコーヒーカップの真ん中のテーブルをフルパワーで回す大外分回しの競馬しかない。これは着狙いの競馬で勝つ可能性はないだろう。しかし横山武史は馬の能力を最大限発揮させられる騎手で、それができたら勝てると思っている。だからそこには思考は及ばないだろう。さあ、やめろやめろ。そこは競馬感の違いがあると思うけど、そういうものだ。2着、3着なら競馬が終わった時に来てくれるだろう。おじさん、たけしにはたくさんお金取られたからね。よーく知ってるよたけし。怨念じゃねえか。指名は以上4頭ね。おお、買い目はどうなの。やはり本命、対抗の2頭軸で行きたい。単勝はリバティアイランド、ベラジオオペラ。ワイドはこの2頭にダノンベルーガ、ソウルオリエンスを入れてボックス。6点、さらに3連単で1着リバティアイランド、ベラジオオペラ、2着リバティアイランド、ベラジオオペラ、ダノンベルーガ、ソウルオリエンス、3着ベラジオオペラ、ダノンベルーガ、ソウルオリエンス。フォーメーションで10点。計18点でリバティに逆らわずにリバティが力眼のクレバーバチコリバケンよ。はぁ、なんだそれ。で、なんで他の馬は切ったの。ステラベローチェは高枠だし、持久力勝負できるからいけるけど、オールカマーで6着の馬がここで何ができるのよ。5勝前の上がりが使えればとか雨が降ればとは思うけど、それは今のステラベローチェを検討するときにはノイズになる。悲しい悲しい。タスケイラは枠がいいけど前行って粘り込みが必須。末足も切れないし、距離か雨が必要。ノースブリッジも同じく雨が降ったりすればだけど、今回はレイベンスティールがどこかしらで仕掛けるから先行集団はきつい流れになる。雨が降れば別だけど、高枠引いたんだけどね。おお、ドウデュースはこの距離でもこれより長い距離でもどんなに足を溜めてもスローペースでも上がり 33.7 秒程度しか使えない。基本的にこの距離ではスピード不足の馬、雨が降って他の馬のキレが失われた方が高走確率が上がったと思う。両馬場ではキレ負けするし、凱旋門賞や三重優勝も実のところスピード不足で負けてる面がある。はぁ、どういうことなの。欧州の馬は今年の凱旋門賞でもラスト1ハロンは垂れ気味だったけど、日本馬がダメな不良中の不良馬場でラスト2ハロン目まで加速している。よく欧州の馬がスピードがないと言われるが、一瞬のキレに関しては欧州の方が圧倒的である。そういう意味ではドウデュースの前哨戦を含めた凱旋門賞の惨敗は馬場以上にスピードがないというところに集約されるような気がするんだよね。おお、ただしスピードがないのは持久力とトレードオフの関係だから、距離が伸びるジャパンカップや有馬記念でも上がり 33.7 秒前後の足を使えるクリアランスはある。こちらで狙いたいけど今回は人気を吸うだしね。悲しい悲しい。ジャスティンパレスも持久力はあるけどこの距離のペース対応ができるか怪しいところがあるし、上がりも 33.7 秒前後のドウデュースクラス。個人的には横山武史が乗ってればターン穴で買いたかったんだけど、馬の能力を全開放して周りは極力見ないっていう騎乗ならあったと思う。しかし坂井流星はそういう騎手じゃなくて頭を使って勝ちに行く騎手。横山武史みたいに馬の能力を最大限引き出せば結果がついてくる思考ではない。つまり、能力で劣るなら何かしたくなっちゃうし、小細工を入れたくなってしまう機種なんじゃないかってことね。そういうこと。これは坂井流星の機種としての腕を買っている評価。勝ちを意識しちゃうから飛んでしまう。そしてジャスティンパレスの中距離の能力ではそもそも難しい。そういう意味で飛ぶ。人気を吸うだし指名したわけね。そして、ルメール料理長。あなたとレイベンスティールも人気を吸う特大だし、絶対に来ない馬指名。おお、大きく出たわね。この枠で持久力の競馬の方が結果が出ている馬ならさすがに厳しいよ。上がりで勝負できる馬じゃないし、重ね重ね言うけど、この馬を外枠じゃなかったら勝ってたよ。でも、
ルメールさんはこの秋競馬。競馬ゆっくりをいじめて美味しい出汁を取ってくれてたからね。その立場が今裏返るんだよ、おう。ってことで、2024年の天皇賞秋の予想動画を終えていくけど、前頭評価ではリバティアイランドを危険な人気馬扱いしたんだけど、枠がガンギマリの後方待機の枠だし、雨降らないし、そうなると買わざるを得ないよ。視聴者の皆様、お許しください。今回の予想も結構自信あるけど、レイベンスティールはどうやっても無理よ。これだけはマジで自信あるわ。これで勝ったらルメールは何か決めてるとしか思えないもん。それくらいこの枠は不利なんだよ。おお、一応触れていない馬は別動画の天皇賞秋の前頭評価で触れてるから気になる人はチェックしてみてください。しかし、ここまでレイベンスティールを悪く言って、これで来たら坊主だな。やめろ、それはタバラ世紀ことタバラ世紀が味わった水戸事件になっちゃう。でも、めちゃくちゃ言ってさ、競馬ゆっくりは奇跡起こしちゃうし。やめろやめろ、おじさんから毛髪を抜くのはこれもう重犯罪だから、泣けは大事なんだよ。この動画を見てるケツの青いガキやニキたち、来るからな。きっと来るんだぞ。生え際にな。ADA はサダコレベル？以上になります。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは。